皆さんこんにちは、ダイダラです。アナザーコードやっていきましょうか。さて、今日がおそらく最終回になるかも、ならないかも。ってぐらいです。やっていきたいと思います。さて、前回ね、お父さんとビル、ついに退治しちゃったわけだけど、前回銃声聞こえたんだよね。さあ、パパは無事なのか。まあ、無事っぽく見えてる。行ってみようか。大丈夫ですか？次は本気だ、リチャード。やっぱ今は空砲か。うわ、上に向けて撃ったんかな。歌っといてくれ。ビル、私にはどうしても君が金のためにアナザーを悪用するために協力してくれたとは思えない。そうか、ビルもなんかおかしいぞって話。お前も洗脳されてない。実は話してくれ。記憶がおかしなった。君の本当の心の内を。リチャード、話したところでお前にはわかるはずもない。でも頭痛くなってないもんな。腕痛まで痛い。腕痛。宿命も、そしてサヨコへも。パパ。ん？アシュレイ、戻れ。危ない、銃が。危ない。いいところに来たアシュレイ。これから面白いものを見せてあげよう。なんだよ面白いものって。やめろ。さよならだ、アシュレイ。さよならだ、アシュレイ。こんなことをして何になるんだ。子供の頃、私見たんだ、クローゼットの中から。何を見たの。ママを殺した犯人は急にリチャードねえパパです。10年前に死んだと聞かされた私のパパ、この島で密かに開発していたアナザーを完成させ私を島に呼び寄せた人、ヘンリーフラリーのお父さんで片腕をなくした画家。ありえねえだろ。ジェシカ、私を育ててくれたパパの妹、いつもそばにいてくれた大切な人、なんでだよ。トーマス、D のお父さんで小説が D と一緒にこの島にやってきて、兄のヘンリーに殺された人。だから何年前や。ビル、ねえ、パパがブラッド・エドワード島でアナザーの開発をすることを協力してくれた研究仲間、パパのふりをして私を騙した人。こう、この人くらいやろ。ローレンスもある。おじいちゃん、エドワード家のおじいちゃん。ないだろ、これしかないだろ、選択肢。もう。急にどうした？まさか。犯人は。ビル。嘘だろ。お前。目合ってる？嘘やん。私、全部思い出した。あの夜。ママを撃ったのはビル、あなただ。ママを殺した犯人。まさかアシュレイ、お前があの時のことを覚えていたとは。ビル、お前だったのか。おい、何を奥さんやっとんねん。お前、そうだ。どうしてサヨコを。本当だよ。なぜサヨコを殺したんだ。サヨコが俺たちを裏切ったからだ。サヨコが裏切った。どういう意味だ。サヨコが君を裏切った。リチャード、なんだい、知らなかったのか。サヨコは俺たちの仲間だった。え、その売ろうとする。え、アナザーは当初から研究所の中で秘密裏に進んでいたプロジェクトだ。俺とサヨコは所長から選ばれたその推進メンバーで、お前は俺たちに選ばれたただの研究員だった。え、そうなん。パパはモブやったん。何も知らなかった。しかしプロジェクトがようやくうまくいきそうになったとき、サヨコは俺たちを裏切って、リチャード、お前と一緒にアナザーの論文を封印し自宅に隠し込んだ。結婚してなんか情が移ったんやろか、リチャードがいいやつすぎて。あの夜、俺はサヨコに最後の通告をした。おい、帰ってこい。
論文を渡せ、そして俺たちの元へ戻れと。でもさよか、断ったん？それをお前を選び俺の希望を拒否した。おい、さらばだアシュレ、君との親子ごっこは楽しかった。アシュレ、撃たれる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 、早く逃げて。目つぶってたら当たるで、避けろ、飛び込め横に。やめて。リー、やめて。誰だお前は。見えてる？撃っちゃダメだよ、これ以上誰も死なせないで。誰だ。それはビビってる、ビビビる。お前はビル？あ、掴めない。いや、パパすごい身体能力で追いついた。銃は落ちた。リチャード、ビル、手を離すな。腕怪我してんじゃなかったっけ？大丈夫？そっち。おい、ビルー、ビル、滝つぼやから上がってこられへん？いや、上がってこられへん。なんか、ダメなんか？ロープ垂らしたらいい？ビル、どうしてこんなことに。パパ、どうしないしようか、これ。パパ、パパ、撃たれんくてよかったけどさ。大丈夫？ D のおかげでなんて助かったね、ほんと。私のことなら心配いらない。でもパパ、悲しい目をしてる。サヨコの真実もあったもしな。11年前、サヨコの葬儀の後、私は偶然見た。何を見たの？サヨコの葬儀の後、ビルが一人で白い花束を抱え、サヨコの墓に立っていたところ、ビルが、その時の彼の横顔があまりに深い悲しみに満ちていたから。自分で撃ったんやろ。でもお前、私は彼に声をかけることができなかった。後悔してたんかな、ビルは。そのことをずっと。もしかしてパパはビルが犯人かもって思ってたの？いや、彼がサヨコを殺したなんてことは一度も思ったことはない。まあ一緒に研究してたもんな、ずっと。パパ、これからどうするの？わなさもないよ、なんもないよ。何をしたか確かめなくては。まだ終わりではない。言うて、Dのことも分かってないもんな。PC からデータを送ってた。ダニエル君のことも。誰に送ってたんだ？それも気になるよね。まだやることが残っている。さて、打数をちょっと更新したね、ビル。アップデートされました。パパだと言って私に近づいてきたビル。私が見つけたアナザーキーでアナザーを起動し、開発データを盗もうとしていた。ジェシカを地下に閉じ込めたのも、パパに偽物の記憶を植え付けたのも全部この人だ。絶対許さない。ってわけだけど。絵だけが変わったん。絶対許さへんって。許さへんって言ったけど、落ちてんねん、もう。ビルー！ダメか、ビル。もう帰ってこないっす。さてと、こっち探索するか。あと折り鶴がどっかにあると思うんだよね。あったあった、折り鶴先に見とこうか。もうはい。さあ最後の折り鶴、パパ来たことあんの？ここ遺伝、記憶遺伝だって。記憶遺伝、さあ何でしょうかこれは。最後ですね、ついに
折り鶴もなんだかんだずっと見つけてきました。今日読んだ科学雑誌の記事に興味深いものを見つけた。かつて最後も研究したことのある記憶遺伝の分野の研究の進歩により DNA 記憶拡張装置が開発され近日発表される見通しであるとのことだ。なんだろうね、 DNA 記憶拡張装置って。記憶遺伝とは生物の経験や記憶はその生物の持つ DNA 内に保存されるので、 DNA が別の生物に移植されたとき経験、記憶も同時に遺伝されるという理論。え、そうなの？ DNA が覚えてんの？つまり個人の持つ経験や記憶は他の人物にも意図的にも継承されることさせることが可能でありということを裏付けるものである。だがそれがアナザーの理論の始まりだったのが、もし小夜子が生きていてこの新しい理論に触れたとき彼女は何を考えるだろう。彼女ならきっと自分の記憶をバックアップの中に残して私やアシエにそれを引き継がせる検証を考えたかもしれない。もしそんなことが実現できたなら。だが小夜子のいない今それは叶う夢でしかない。小夜子コンプリートしてる。小夜子さんも結構クレイジーな学者やったんだよな昔は。パパよし、これで屋敷に戻れる。なんだったのそれ、見た？アシエ、ジェシカを助けに。ん？疲れちゃった。大丈夫か？少し気が抜けただけ。ビルがあのシーン見ちゃったしな。そうだな。アシュレ、少し休んでいなさい。ジェシカ助けてきて。でもパパは鎖をどうにか。ジェシカを連れてくるよ。大丈夫、鎖で繋がれてるよ。鎖切れる？でも機械あるから、あるか、いけるか。みんなで一緒に帰ろう。パパも帰る気でいるんだね。よかった。気まずいね。パパ、どうすんだろうね、これから。さあ、ちょっとなんか情報、机の上になんかあるね。見てみるか、机。これは。ビルが使っていたのかな。ビルのパソコン、灰皿、洞窟に使わしくないものがある。うん。出た後はこれを管理する人もいなくなるんだ、発電機。ってことはもう電気も使えなくなるわけだよね、ここも。これ水車。水力発電機。水車どうにかなるのかな？壊れるまでずっと何年も回り続けるのかな？水力発電。これで発電してたんだね、ずっと。さて、これでもう戻ったらいいのかな？ D どうするよ？あ、D いた、ここに。D。D、助けてくれたんだね。ありがとう。僕はビルに君のパパを撃たせたくなかったんだ。この島で悲しいことが起きるのはもうたくさんだった。そうだよな。その D のパパも殺されたもんな。僕思い出した。君のパパの手を見て僕が死んだ時のことを。死んだ時追い出したの？あの時ヘンリーおじさんから逃げてここまでやってきた。そのあれだよね、リチャードじゃなくてトーマスか、撃たれてヘンリーが殺したシーンをダニエル D が見たんだよね。その後追っかけられたのかな。でここまで逃げてきた。おじさんに追いつかれて ダニエル走るな。走るぞ。お前の心臓は。心臓？撃たれたわけじゃないんだ。僕はおじさんが怖くて崖の端まで逃げて、そして崖の上で立ち止まったら、ダニエル危ない。こっちに来るんだ。アシュレイ、思い出した。僕が最後に見たのはそういうことやで。僕を助けるために差し出した
ヘンリーおじさんの手だったんだ。その胸のやつ？え？ん？出す？パソコン？なんか音鳴ったよね、今。さて、D の過去も改めて分かったよね。D のパパが、ヘンリーおじさんを、なんか殺そうとしてたみたいな感じだったけど、多分それで逆に撃たれて、ね、トーマスは死んだわけで。で、その後それを見たのが、なんと、見かけて今の死になったっていう。なかなか、不思議な物語っすよ。さて、なんか机がある。灰皿。掃除とかしなかったのかな？手帳。これなんだろう、手帳。手帳が置いてある。手帳、ビルのもの？何か挟まってる？ビル。写真だ。え？ねえ、この男の子、もしかしてビル？じゃあ、この女の人がビルのお母さんかな？待って。子孫かも。アシュレイ、その人、きっと、ね、フラニーだ。だよな？まさか。フラニーの子供だったんだ。おい、因縁ありすぎだろ。T、ビルがフラニーの子供だったって知ってたの？初めてゲストルームでビルを見たとき思ったんだ。あの人の瞳はフラニーにとてもよく似てた。親子の写真。そういうとこでつながりもあったんかい。パソコン、なんか音鳴ったよね、今。操作中のパソコンだ。え？コンプリートしてない？送信完了。え？え、まずくない？これは？誰かと繋がってる？ねえ、ジェシー・バーリー、バーラーラーラー0013が入室。データは取得できました。何かトラブルがありましたか？退出しました。消えた。誰もいない？アナさんの写真だ。ここで見てたんだ。ストーカーね。パソコンが古いな、ちょっと。ねえ。え？送られたの？もしかして。大丈夫？マイクがある。アシュレイ！ジェシカ？よかったー！ジェシカ！アシュレイ！ジェシカ！ジェシカ！ジェシカ！アシュレイ、怪我はない。本当に無事でよかった。ああ、寝ちゃったやー。大丈夫か？一日中頭使ってたもんな。心配ないわ。今日一日。疲れたのよ、この子。きっといろんなことがありすぎて。そうだよ、ずっとないろんなことありすぎたよ。ビルは。どうしてこんなことになってしまったの？リチャード、私の知ってたビルは希望に満ちて困難から逃げない人だった。ああ、その通りだ。なんかあったんやろな、ビルも。でも、久しぶりに会った彼は何かに怒り、何かに苛立っていた。怒ってた？いつからビルはああなってしまったのかしら。パパ、チャット見て、チャット。わからない。苦しいの、アシュレ。大丈夫、アシュレ。少し空気のいいところにアシュレを連れて行こう。その先に海岸に続く洞窟の出口がある。出口あるんだ、そっちに。でも、ディートもそろそろお別れやで。起きとけって、アシュレも。起きた。おはよう。寝ちゃってた。日落ちてるよ。船長、まあ、どうなってんだ？さあ、ここ海岸の舞台のとこだね。海岸。ここはアシュレイ、
D、 ヘンリーおじさんはこの入り江の絵を描いたんだ。あのでっかい絵だよね。昼の絵を夜に変えたってやつだよな、確か。今日は満月だ。ただ三日月じゃない。この音、船かしら。ポッポー、あー迎えに来た。ついに港側いかな。でもえ、なんでこっち止まってきてんだよ。おーいおーいおーいじゃねえよ。あの声は船長。船長だ。回ってきてくれたんかな、ぐるっと一周ボートの。おお、お疲れさん。港じゃないんだね。声がいいな、船長。相変わらず船着き場にいないもんだから探しちまったぞ。すみません、少し心配したが、まあ無事でよかった。はい、なんとかなったよ。親父さんにも会えたみたいだな。よかったよかった。うん、でもどうした、少し疲れたか。鼻赤いっすね、船長。ちょっとね。ビルがどうとって説明しづらいよな。生きてると。でもみんなそうやってちょっとずつ大人になっていく。そうだな。どうした船長、私ね、話したいこといっぱいあるんだ。船長に聞いてもらうか。聞いたらきっと驚くよ。ジェシカに話してあげよ。そうかい。うん、そうかい。ところでジョーちゃん。おう。隣にいるのは誰だ、友達か。隣？え、船長、 D が見えるの。 D が見え、え待って。おい、友達を驚かせちまったか。なんで見えてんだ。え、船長も関係ある人もしかして。ちょ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 。ガチでどういうことだ。ちょ、船長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 、すまねえな。ジョーちゃん、友達驚かしてもらった。話してきてやんな。話す話す話すけどさ、手持ちもなんかある、いろいろと。ねえ、うっす。島を出るのも11年ぶりだな。11年ぶり。外はどれだけ変わっているのか。パパ、あのお仕事はどうします。そんなに構えなくてもいいじゃない。ちょっと養ってもらう。いやいや、確かに新聞でしか知らないが、論文が次々に発表されていてね。そうなの。頑張って新しい技術や知識に追いつかないと。パパ、帰ってからも科学者を続けるの。そうだよね。それはまだ考えてないんだ。働き口探さないと、ね、研究しかしてこなかったから、うん、パパあると思うけど。何かやりたいこととかは。アナザー作る？またやりたいことか。まずは温かい食事をみんなで食べたいな。缶詰ばっかやったもんな、確かパパは。パパも飯食いてえわな、ジェシカ。大変な一日だったわね、うん、アシレイ。疲れたでしょ。いや、だいぶ疲れたけど、ジェシカの方がしんどくない。うん、もうクタクタ。大丈夫ジェシカ。でもジェシカだって大変だったんじゃない。そうだよね。まあけど、アシュレイのおかげで助かったわ。さあ、明日に備えて帰ったらゆっくり休みましょう。そうだよな、ゆっくりしよう。家止めてもらおう、とりあえず。それで、なんで船長見えてんだろう。子供なのかな、船長って。やっぱDここにいたんだ、アシュレイ。ん？驚いたね、船長にも D が見えたなんて。本当だよね。うん、大人でも僕が見える人がいたんだ。いい人なのかもしれん、やっぱ船長は。アシュレイだけじゃなかったんだね。ねえアシュレイ、
何ディ僕君と一緒に過ごせて楽しかった。楽しかった？君と一緒にいたから僕は生きてた時のことを全部思い出せた。ありがとう、アシュレイ。ディー、成仏しちゃうんかな。ありがとう。君に会えてよかった。どうしたの、ディー？なんだか変だよ。ねえ、ディー。僕の手に触れて。ありがとう、アシュレイ。アシュレイ、僕が見えるの？ディーとの出会い。モンスターと友達になるなんて、そんなすごいことはあるんだ。最初ホラーゲームかと思ったよな。僕はなくしてしまった自分の記憶を蘇らせたい。ディー、本当はね、私少し怖いんだ。大丈夫だよ、アシュレイ。真実を知ることは悲しいこともあるけれど、怖いことじゃない。 D が全部思い出すまで私どこまでも一緒だから。最初は本当変なやつだなと思ってたけどさ、かけがえのない仲間で相棒だったよな、 D。 アシュレイ、よかったね。君はもう一人じゃない。アシュレイ、僕はすべてを思い出したから、これできっと天国に行ける。ディー、アシュレイ、ディー、私の本当の気持ち知ってたのはディーだけだ。うん、アシュレイ、さようなら。ディー。はあ、父さん。に行ったんだね、ディー、ありがとう。そしてさようなら。本当一日だけしか一緒にいなかったのにね、かけがえのない人なくした気分だな、本当。ディー、俺泣きそうだよ、ディー。ディー、またな。さあ、行くか。パパ帰るか。もうご飯食べたいんか。アシュレイ。聞いてなかった、さっきの俺の魂の叫び。船長。なあ。話は終わったみたいだな。ん？それじゃあ、出発するか。さあ、帰ろう、みんなで。パパと一緒に。ほんと D の存在、かけがえのない存在すぎたよな。改めて思うわ。アシュレイ、そろそろ行こう。この島また来たいね。
見て、パパ。お墓参り行こうよ、D の。ああ、とても綺麗な月だ。アシュレイ、私は夜になると時々この入り江にやってきて、あの青い月を眺めて君と小夜子のことを思った。パパ。アシュレイ、君のミドルネームの水木という名前はママの生まれた日本の言葉で美しい月という意味がある。美しい月、綺麗な名前だね。ああ、そうだろう。ママがつけた素敵な名前だ。ん？パパどうした？忘れ物か？アシュレイ。何？誕生日おめでとう。これはあれ、クマさん、クマちゃんじゃない。サヨコの形見だよ。君に持っていてほしいんだ。そうかい？ねえ、パパ。いろんなことがあったけど、いろんな気持ちになったけど、私、今日のこと、きっと忘れない。この島で過ごした13歳最後の一日を。アシュレイが13歳で忘れがちすげえ一日過ごしたよな。あの島から帰ってきた日の朝、目が覚めたらとっても嬉しいことがあった。愛するアシュレイ、14歳の誕生日おめでとう。そう、ベッドに置かれていたのは、あ、クマちゃん持って帰ってきてたんだよかったな、アシュレ。二つの記憶編。勘。ええ話やったな。いやー、ちょっとこれ、喋っていい？ちょっとタイトル画面で喋るか。はい。というわけで、改めて皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。アナザーコードリコレクションの2つの記憶編終わりました。いかがでしたか？やっぱね、すごく面白かったですね。推理小説っていうのがあるだけで、やっぱ、その名の通り、やっぱ、本編のストーリーと、その、エドワード家の話が同時進行で進んでいくっていうのがやっぱあって、そこがやっぱ、この物語の深みを出してるのかなと思います。やっぱ、エドワード家の方がやっぱ特に面白くて、まあ、ローレンスさんが最初変な人かなと思ったら、実は、まあ、孫、息子のことで後悔して、孫のことが大好きな人であり、孫のね、トーマスとヘンリーのお兄ちゃんとトーマスの弟、ね、フラニーのお父さんで、ダニエル、D のね、お父さんの二人なんだけど、もう、関係性も、なんかちょっといろいろと思うところがあって、ちょっと面白かったですよね。やっぱ特にやっぱ遺産関係のところかな。いや、ちょっとあそこで、うんってなったところが、やっぱすっごい良かったよね。結局ヘンリーおじさんが頭おかしくなって目全部殺していたのかと思いきや、実はトーマスおじさんが遺産を譲ってくれみたいな感じだったのかな。多分遺産を、多分 D がお金がないじゃん。で D が多分心臓を患ってたんだよね、おそらくだけど。でその患ってた多分治療費とか多分そのあたりだと思うんだけど、でその関係でどうしてもお金が欲しかったっていうトーマスのねが、多分殺そうとしたわけよ。うん。で、そこをなんか帰り、なんだやかんや言って、帰り討ちやったのかな。
違うのかな。ちょっとなんかあそこのシーンだけちょっと俺を少し流しちゃったからね、怪しいんだけど、ねえ、まあ、なんやかんやあって、ね、死んじゃったわけですよ、トーマスが。で、その後 D はそれを見てしまって、ヘンリーおじさんがおかしくなったんだと思って、ヘンリーおじさんに追っかけられてると思ったら、実はそのヘンリーおじさんは D のことを心配していて追っかけていたっていう感じなのかな。やっぱ心臓がどうこうとか知ってたのか。で、そこからやっぱ D の死を見てしまって、ねえ、頭おかしくなって、フラニーの母親の手紙が残ってたよね、確か。あなたはおかしくなってしまった、あの封印したあの部屋を、なんたら銀の鳥の間を封印してどうとこうこうとかって言った話になっていて、で島を出ていき、そしてでヘンリーおじさんもその後死んでしまったわけだよね、うん、何で死んでんだろう、自殺なんですかね、そこら辺は。で、その後やっぱこの島はブラッド・エドワードと不審なし、みんなが死んでしまったことを、連続して死んでしまったことで、この島呪われた島だということになってしまったわけだよね。うん。やっぱここのお話がちょっとめちゃくちゃ面白かったですね。もちろんその本編のね、ビル、ね、など、リチャード、まつわるお話とか面白かったんですけど、まだこの後、記憶の扉編で、その後のお話ですかね、があるはずですので、その後のお話、ブラッド・エドワード島から帰ったアシュレイは、果たしてどうなったのか、ねえ、その後 D がいないんだよね、もうこの次のお話、記憶の扉ってどんな展開なんだろうね。ちょっとそのあたりも一緒に楽しんでいきましょうか。はい、それでは今回ここまでにしたいと思います。皆様、2つの記憶編見てくれてありがとうございました。めちゃくちゃおもろかったっす。皆さんもなんか感想とかあったら、ぜひともコメント欄に書いていってください。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様。